はい、今回は、人気 YouTuber の手越祐也が、一緒に、スターを目指してくれる、相方を募集していると笑んでますね。これを見て思ったことは、その相方、僕がなってやるよ、って思いましたね。何かというと、手越くんって、僕からすれば、後輩みたいな存在なんですよ。僕が YouTube を始めたのが、2019年なんですよね。そして、手越くんが、YouTube を始めたのが2020年なんですよ。つまりこのことから後輩ってことがわかりますよね。普通、後輩が何かを、求めてきたときに、それに応えてあげる。これが理想の先輩ってものですよね。憧れの先輩ってものですよね。なので、仕方ないから、相方、なってやるよ。うん。